はい、サイレンスストーム。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。今回こちら公開収録となりますので、チャットに反応しながらとか、動画を見られている方は、ちょっとそのあたりは見れないですが、メンバーさんはすべて見るようになってます。手動セーブ。ボンファイアイーツみたいなね。わかる人はわかるだろうけど。ダクソなんだよな。それ見るとね、焚き火でセーブは。まあ、クイックセーブもできるらしいんで。で、時間が経つと。いやー、PS5 でねー。今朝は狩りのはずだ。なんでいない。どこに行ったの。本当はね、PS5 が変えたら PS5 でやろうと思ってて、4K で撮影したかったのよ。しかも、5用にバージョンアップてか、グレードアップするらしいからめちゃくちゃ綺麗になるんで、なんだけど、ね、PS5 はもう、物資不足でなかなか手に入らないんで。仕方なく。あそこで何してる。ただ突っ立ってる。一体どうしたんだ。おお。いやー、だいぶ変わったねー、アロエ。アロエ、来たか。前回話したように僕はなるべく信念に基づいて追跡ができてよかった。何か問題が。ねえ、何かあったの。いや、話がある。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は。もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて、炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたら、あそこで会うとしよう。母の源へと続くもんだ。あ、北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ、行きなさい。気になることでも。いいや、何でもない。試練のこと。試練の後のことが心配なの。分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。他に何かある。安息の地でやることはある。変わり者のグラータに食料を。時間があれば1週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれればな。掟に従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない。ならいいけど。まあ、掟がよっぽどなんだね。まあ、人類滅亡になりかけてるんならその可能性はあるよね。掟みたいなのはね。素材を集めに行く。でもカルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なこと言うな。分かった、北の門で。クエストメニュー。おお。再動サム。あ、いいね。メインと分けてくれるのはめっちゃありがたいね。優先クエスト。はいはい、ノート。もう早速音声データ一つ残して逃してるね。まあいいんだけど。で、マップが、結構広い。さすがオープンワールドだね。広いね。
アイテム作成。スロットとかあるんだ。容量。あー、スロットで区別されるのか。あー、スキルね。はい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 。なんだろうな、これ系のゲームはやっぱスキルだよね。ロストの様子が変だ。私がロストを見捨てるとね。まあ見捨てるというよりかはなんかそれと別な不安事っぽいけどね。さあね、ちょっと PS5 でできないのは残念だけど、PS4 でも楽しんでいきますか。この谷を越えたことは一度もない。それも試練で変わる。2日で答えが分かる。あと2日で母親が分かる。そして異端児とされたわけ。理由があるならばだけど。よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。群れはどこ。狩りをしろって話しちゃったよね。いたね。おー、いいスライディング。はい、サイレンストーン。危ねえ。イエーイ。今はそっとしておこう。警戒してんもんな。かっこいいね、このスライディングね。あ、めちゃくちゃいるね。意外と、あ、でも逃げるんだね。さあ、クエスト。これだと、あれだね。とりあえず 100m の方に行こっか。いいね。若干バイオのエイムが反映されてる気がする。なんか助けてくれって言われた気がしたんだっけ。怪我をしてる。助けてくれ。どこどこどこ。
怪我をしてる人。あ、いた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 。話を聞いてくれ。族とかじゃないよね。お前、異端児と話したいのか。どんな結果になろうと、とにかく助けがいる。それでどうしたんだ、足に怪我を。私じゃなく娘のアランナが危ないんだ。スクラッパーを追って母のゆりかごに、命に危険が。私は立ち上がれず、追うこともできない。探してくれないか。なぜ私に。私と話したら長老たちに追放されるかもしれないぞ。構わない。娘を探したくてもこの足じゃ無理だ。なあ、見つけてくれ。あの子が無事ならどんな罰でも受ける。なぜ娘は一人でスクラッパー狩りに。私のせいだ。私が追いかけてたが、足に怪我をして、なんとか逃げたが、機械に槍が刺さったままだ。去年亡くなった妻のエディーナが、あの槍を作ったんだよ。アラーナには大事なもので、取り返そうと後を追っていった。母のゆりかご。アラーナは母のゆりかごへ行ったんだな。ああ、南東にある。娘には禁じていたが、母を亡くしてから手に負えなくて。くそ、情けない。妻を亡くし怪我まで、娘すら探せない父親だ。どうか私に手を貸してくれ。娘さんを探してみるよ。無事を確認してくれ。お願いだ。保証はね、できないよね。意外とバレるの早いね。さあやるか。いくったー。スローモーション大事だ。全然当たり判定変わるんです。やっば。ダメージコイル、なんかスキル系が出たね。あー、でも難易度上げてもいけそうな気がするな。あ、いやいや、やめとこ。苦労するの十分や。さて、改造するにもっていう感じだね。母のゆりかごを見き、いや、近場取ったか。アラーナだな。困ってるみたいだ。降りられないの。助けて。降りられない。あ、いるね。仕方ないの。誰か、お願い。ここま
き。いやーちょっと。いや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 、やっつけるの大変なんだって。とりあえず大量に機械は倒しといていい感じだね。でシャードはゲットしに行かないといけない。いいっすよ、ちょっと待ってね。ただお礼を言いたくて。ありがとう。ウォッチャーにバラバラにされるかと思ったわ。お父さんに頼まれたんだ。さあ家へ戻ろう。分かってる。でもスクラッパーからお母さんの槍を取り返すまで戻れない。槍、大事な槍なんだな。お母さんが死んでしまう前に作ったの。お父さんたらそれをなくすなんて。わざとじゃないさ。スクラッパーは危険だ。そうだけど、でも二度と戻らないなんて考えたくもないの。お父さんはお前を心配している。お父さんは茂みにちょっと足を踏み入れただけで心配するんだから。アラーナ、お前を失いたくないんだろ。分かってる。でもお父さんは私を叱ってばかりなの。ウォッチャー、どうして木の上にいたんだ。母のゆりかごまでスクラッパーを追って様子を見ていたら、ウォッチャーに見つかって仲間を呼ばれたの。女神様、私ごときの腕じゃあの槍を奪い返せるはずない。槍を探してみる。本当に？ありがとう。お父さんを探せ。母の源の南で足を怪我してしまったんだ。大変。分かった、お父さんのところに行く。ありがとう。母のたどった道。どこ？ハイライトで何かするってことだね。なるほどね、こうやって痕跡出すんだ。ん？でも人がいねえか。アラーナの足跡はここまで。スクラッパーがいた場所か。スクラッパーを追えば槍が見つかるかもしれないな。失礼な異端児だ。そっち側っぽいね。スキル、
多分この辺りいるんだろうけどね。ああクソ、意外と好戦的だったね。母のゆりかご。んで？この辺りで、はいはい、マジか、マジか。しぶといな、でも慣れてる。アニマルキルとかあるんだね。ちょっと待って、肉はお前らのことじゃないのか。待てーのシシー、肉が欲しい。もうちょっと効果的に打てないとっていう気はするよね。カルストからトラップキャストを買わないと。よし、骨付き肉ゲット、これでいいかな。足跡はここまで。川を渡ったみたいだ。反対側も見よう。焚き火はないね。あ、水網は乾きにくい。
ほう、ここら辺ではない。あー、なんかハイライトを常にしないと消えてしまうんだね。あー、イノシシ逃げたー。普通に人いるね。でもやっぱ話はできないんだね。あそこ、槍を取り戻そう。雪山で雨か。こっちから？違う。うお、意外と回避に不利。よくできた武器、アラーナも喜ぶだろうな。ああ、しかも数体いんのか。せえぞこいつら。あー、やられるよね。いやー、回避が回避じゃないね。ん？どこ、ここ？あれ？クエストは達成したからもういいよ的な。うわー、嫌だなそれ。まあ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 、強かったし甘んじてそれを受け止めよう。もうというか、あのスキルのこれさ、ジャンプ中これだね。
精神統一を取らないとちょっと弓がもったいない感じはあるね。そんな変わんないんだよね。あ、ファストトラベルできないんだ。あれ、ファストトラベルってまだできない感じなのかもね。まあまあ、ちょっとね、追跡用に取っておこう。悔しいけど戻りますか。誰もいないし、会っても平気そう。彼も待っているはず。ああ、いた。不安そう。いやー、これはこれは、異端児さんがいらっしゃった。ああ、大いなる母よ。やっと気づいたか。誰かに見られてないか、キョロキョロしてたみたいだけどな。気をつけろよ、首痛めるぞ。あんたがここに来るたび、どっちにしろ痛い目に遭ってるだろ。取引する。前に来た時は、確かトラップキャスターがあっただろ。まだある？あるよ。だがスクラッパーのレンズが必要だ。そりゃそうだろう。特別な武器は安売りできんさ。大丈夫。この前スクラッパーを倒してレンズも無傷で取り出した。本当に無傷かね。見せろ。で、トラップキャスター2箇所のアンカーポイントをつなぐトラップワイヤーが切れると爆発する。スリング、ロープキャスター、あー、戦弓、長弓。資源も売ってるんだね。ちなみに買おうとすると、あー、シャードでやり取りなんだね。トラップキャスターはあんたのもんだが、狙う場所には気をつけろよ。いいな。衝撃のワイヤーがなくったって十分ハラハラする人生を送ってるよ。そう、やってみるか。ふん。他に何かある？しばらくここに。後で戻って取引できる？ここにいるよ。あんたが買った機械から抜き取った部品をここに持ってきてくれ。いい部品ならシャードも弾むぞ。うちの在庫もしっかりチェックしとくんだな。もしかしたら試練を有利に運べるものがあるかもしれないぞ。なるほどね。じゃあ取引成立だな。それじゃまたな。準備はできた。北の門でロストに会おう。武器屋ね。ああ、そういう感じか。まあ、有利そう。2箇所にね、打ち込んで使うんだね。だ、これゲットして戦っとけばまだ楽だったんだろうね。いやー、そうだな、優先度がコロコロ変わるから。なかなか難しいところではあるね。ファストトラベルできないんだよね。大いなる母よ、アーロイが戻った。槍もある。
あんたはアラーナを助けてくれて、今度は槍まで取り返した。あんたに助けを求めた時は聞いてくれるなんて思っていなかった。感謝してる。私もよ。槍を取り戻してくれたなんて嘘みたい。槍作りがうまかったんだな。とてもよくできている。私には妻ほどの腕はないが、いくつかコツを教えてもらった。よければあんたの槍を見ようか。ありがとう。その特別な人だったんだな。亡くなって残念だ。でもあなたのおかげでお母さんの形見の槍が戻ってきたわ。助ける必要なかったのに助けてくれた。お母さんなら褒めてるわ。ありがとう。何もかも。アラーナを失っていた時のことを考えると、ありがとう、アーロイ。槍のダメージ強化1。あら、衣類が。ちょっと待った。改造アイテムは資源も、報酬箱、これがさ、あー、いろいろ出るんだね。でもいっぱいいっぱいだね。これは、あー、意外とスキルで所有物増やさないと。うん、なんかそのあたりありそうだね。で、次が、上か。役に立ちそう。めちゃくちゃ雨降るな。狐さん、女神よ、山に私の名を呼んだ時、あなたは答える代わりに名を心に留めてくださった。たとえ空腹になり私の手が空になった時も、私を安息の地に迎えてくださる。どうもグラータ。女神様、追放されて以来私は川の流れのように不変だったでしょ。石のように固く忠誠を誓ったはずです。どうか寛大さをお示しください。今一度私にその恵みを。ほらグラータ、大いなる母がこれをくださったぞ。ウサギだ。大いなる母よ、あなたのそのお声が雷鳴のごとくとどろく、悲しみの歌が聞こえてくるのです。私も歌いたいが、祈りの数珠を東の高台に忘れてしまったのです。なんと不届きなことか。グラータ、野営地で待っていて、私が何とかするから。異端者と喋れないからあんな風に喋ってるってわけね。それでも嫌だな。なんか嫌だね。遠いね。ここ。あー、ファストトラベルキットっていうのがないと飛べないんだ。あー。おばあちゃん、ここ焚き火ない。
ねえな。よし、行こう。これどうなんだろう、そのうちあれ手に入んのかな。登れないしね。特にジャンプもできない。ああ、今のそういうことか。勢いは多少いるのか。いや、そういうわけではない。これあれだな、慣れない。あ、はいはい、そうだね、ジャンプボタンを押して高く飛ぶんだ。勢いがいるわけだね。あできそう。あった、グラータの術だ。ここにお祈りに来るのか。母なる門が見える。はあ、彼女は何が言うのか。おお、いつも女神に語りかけてばっかりってことか。かっちょいい。あんじゃあおばばのところ行きますか。遠いんだよね。じゃあ移動しよう。緊張をほどいて。さあ、おばば、おばば帰ってきたぞ。グラータだ。女神。おばば。ずっとそうだ。ほら、数珠だ、グラータ。これで大丈夫。大いなる母よ。あなたがお作りになったこの世界で、恵みの涙が木々を濡らし、喜びで満たすのを毎朝感じています。あなたへの感謝の気持ちで涙が出ます。女神には涙を見せて私は無視。わかった、まさに異端者の鏡だな。グラータ、しばらく会えないかもしれない。試練に出るつもりなんだ。でもその後はどうなるかわからない。女神様、あなたのくださった恵みに感謝しています。試練の時にはあなたの偉大な知恵で寛大な義勇兵に恵みをお与えくださりますよ。ああ、言いたいことは分かった。じゃあまたな、グラータ。大いなる母よ、この数珠で何年も祈りを捧げてきた私の声をお聞きください。さあ、ということでクリアかな、サブクエね。で、今受けれるクエストは、うん、またこれメインだね。マップ的にさっきのところに戻るんじゃないかな。そうだね。ちょっとファストトラベル使ってみようか。今ファストトラベル5個持ってます、1個消費しますかみたいな感じだね。はい、このファストトラベルパックはどうなんだろう。そのうち買えるのかな。買えないとちょっときついよね。さあ、手動でセーブして、はい、ということで来たか。
ここまでにしたいと思います、今回はね。まあ、とりあえず、まあ、次回は、槍の切っ先をプレイしてしまって、っていう感じかな、多分。そんなに、かかりそうな感じではないと思うんだけどね。まあ、とりあえずメインクエスト進めていきましょうか。あとは、まあ、公開収録ですね、に基本的しながら、まあ、ライブを見てる方は、まあ、あれだね、ライブ見てる方は全部見れますけど、動画投稿の方は、次アップされるまで待ってもらうことになると思いますので、そのあたりはよろしくお願いいたします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。